主径は、新末民初の政治家。北京政府、交通系の政治家として知られる。字は、桂、桂ラ、郷号は、枠園。祖籍は、紀州省紫貢献。女性省の義士。主径別掛け巨人となり、1903年3月、京市役学館監督に就任する。1905年10月、北京外城巡警総長長を進むとなる。2 東三省を、もう務む局、ただし弁に任じられた。間もなく、日本へ赴き、北海道で、開墾事業を視察している。1909年、通羅路北段総弁に就任する。1912年7月、北京政府の陸印省内閣、兵平一市内閣において、交通総長に就任した。また、 徴平一都市内閣法会後の翌年7月、一時は国務総理を代理した。政治的には、両氏委員が率いる、交通系に属している。9月、熊丸都市内閣で内務総長となり、京都市政、ただ市弁等も兼任した。1915年、遠政外の皇帝即位格策を主導し、9月、大天光村所長に任じられている。しかし、が、 翌年6月に死去すると、主家は、訂正推進の罪を問われて指名手配を受けることとなり、天津に逃げ込んだ。1918年に謝面され、同年8月、安福国会の参議院副議長に選出された。その翌年2月の南北和平交渉で、北京政府側の総代表を務め、上海で南方政府代表の東商議らと交渉した。しかし失敗に終わり、 再び天津へ遠征した。以後は実業界で活動し、三島中高質高校誌総経理、中国映像学者社長などを務めている。晩年は上海に空居し、中華人民共和国建国後も大陸に泊まった。中央分子官官員や中国人民、政治協商会議全国委員も務めている。1966年2月26日、北京で死去。 去年95、ありがとうございます。